川勝博道は、江戸時代後期の旗本、講師、カ川勝家の九代当主、洋学者、洋式法術家でもあった。天保元年、修ルカ川勝家の十代当主、川勝工業の逸尾として、江戸に生まれた。校歌四年三月五日、実刑、川勝博士児の養子となり、家督を継ぎ、講師、カ川勝家の九代当主となった。なお、 江戸城無欠会場に際して若年寄りを務めた本家の十二代当主、河勝博志の二歳年下にあたる。文久三年二月二十三日、書院番憲公部書法術教授方出役から、不評は玉並みとなった。慶応元年十二月三日、初代部となり、慶応二年八月二十七日に、外国武業となった。小栗忠政らが設立に関わった。 幕府の横浜フッツゴ伝修所の所長を務めた。慶応3年11月、パリ万国博覧会に参列し、欧州各国を歴訪していた徳川秋武一行の補佐のため、フランス出張中であった外国武行、栗本上雲に大政奉還のことを知らせ、これをフランス外務大臣とフランス駐在の各国指針に急ぎ伝達させた。慶応4年2月6日、 外国事務副総裁に進んで練習かけ、留学生係を兼ね、同年うる4月5日に改正所蔵部行となった。幕府東海の際の外交文書等を集めた川勝家文書は、広道が所蔵していたものである。この資料は、日本史跡協会によって、昭和5年に活字化されている。明治維新後、大阪平学寮の校長を務め、明治7年に、 陸軍中佐県兵学助に進んだ。明治21年9月4日、59歳で没した。ありがとうございます。